ミツバチプロジェクト。皆さんこんにちは。TBS CSR 推進部高野っちです。はい、養蜂家のちーちゃんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、養蜂家の谷ちぐささんとともにですね、何か企画をやってみたいなということで集まっていただきました。題しまして、蜂蜜を使用してお菓子作りをやってみよう。TBS では10万匹以上のミツバチを飼っているんですが、まあ、それは CSR 推進部の施策の一つでもあります。生物多様性の推進ということなんですけれども、はい、そんなミツバチさんが作ってくれましたハチミツ、これを使ってですね、お菓子作りに挑戦しようということで今日は来てもらいました。はい、素敵な企画ですね。そうなんですよ。ただね、簡単にお菓子作りって言っても多分難しいと思うんですよ、うん、今回は監修ということで、池袋ルイージュのお店で働いてらっしゃいます色谷パティシエがしっかりとレシピをですね我々にくれましてですね、はい、それに伴って作っていこうかなと思うんですよね。え、谷さんは普段そうやってお料理するんですか？しないです。しないですね、はい、しないです。お菓子作りはするんですか？お菓子作りはちょっと年に 1,2 回しかしないです、ね、料理は得意か不得意かで言ったら不得意です。不得意、自信を満々で言いましたね、はい、まあ、そんな谷さんでも作れるように、うん、誰でも作れそうな、はい、蜂蜜を使ったお菓子作りやっていきたいと思います、はい、今回はですね、うん、マドレーヌ、これを作っていただきたいと思います。本物のパティシエが監修についてますからですね、まあ、ちょっと心配は許されません。もう誰でも簡単にできるレシピとなっております。ハードル上げますね。はい、はい、さあ、というわけで実際にお菓子作りやってみよう。やってみます。さあ、それでは実際にマドレーヌ作りやってみよう。まあ、今回ね、マドレーヌということで、まあ、結構の作業出てくると思うんですけども、手元の作業は私がカメラを持って撮影させていただきます、はい、これでね、もう一挙手一投足撮っていこうと思ってます。はい、今回ご用意するのはこちらなんですが、卵1個、グラニュー糖 35g、 蜂蜜 35g、 牛乳 20g、 小麦粉 70g、 ベーキングパウダー 2g、 焦がしバター 70g ということで、これが以上工程はざっくり4つあります。4つこなせればまあ出来上がったようなもんです。まあ、うん、シンプルですね。シンプルなんですよ、はい、やっちゃいましょうか。ちょっとやってみます。よし、では手元のカメラ起動しました、はい、さあ、タカノカメラが起動です。谷ちぐさが一体どういったお料理をするのか見ていきましょう、はい、まずは1番です、はい、卵、グラニュー糖、蜂蜜、牛乳、うん、これをボウルに混ぜちゃいます。はい、あ、入れちゃいます。結構雑に入れますね。そして、蜂蜜、はい、蜂蜜も入れちゃいます。この蜂蜜、我々 TBS CSR 推進部で飼っているミツバチさん、はい、作ってくれた蜂蜜ですね。これ花は何から？これは百花蜜となっております。百花蜜です。はい、ありがとうございます。百花蜜を使って、はい、マドレーヌを作っていきます。はい、いいね、綺麗な黄金色。じいちゃん、はい、順調ですね。まあ、ここまでは。あ、ちょっとちょっとちょいちょい雑。そうですね、ちょっとガンガンやってますけど、でここにですね、牛乳を入れますよ、はい、牛乳を入れる、はい、ちょっともっとさ丁寧に、すいません。さあ、これが一つ目の段階です。続いては、ふるった粉類を加えて混ぜていきます。だからこれから粉類をふるいにかけますね。ああ、なるほど、はいはいはい。粉、どうした、これ右手に持っているのはこちらが小麦粉、はい、左手の持ってるのがふるいですね、はい、さあ、いけるのか、パニチングさ、ふるふるふる、おお、でもでもなんかなんかそれっぽい感じが、それっぽいですよ、はい、いいですよ、よしよし、いい感じですね、はい、はい、最後ちょっと雑でしたね、まあ、ね、はい、タンタンタン、最後ね。まだまだ粉類あります。もう一つ、これはベーキングパウダーかな。これで粉類は OK ですね、はい、でこの後です、焦がしバターを加えて混ぜます。焦がしバター、これバターありますね、はい、焦がしバターって何なんですか？バターを焦がした、はい、なるほど、焦がす状態ですね。では焦がしましょう、はい、焦がすって言っても多分適度になんでしょうね。聞いてますか？あ、聞いてます。分量通りのバター、こちらを焦がしてまいります。
焦がしの基準が難しいですけど、焦がしの基準が難しい、はい、どこまでが焦がしなのかなと。多分色合いが変わってくるんじゃないですか。今これね、まあ、溶けてる状態で、あ、もういいと思います。いいですか、はい、ちーちゃんジャッジが入りました。これが焦がしバターです。じゃあこれを先ほど用意しました、こちらの、はい、ボウルに注ぎます。おお、重いのか、こんな音するんだ。はいはい、そして、はい、泡立て器を持って混ぜ混ぜしましょう。はい、あ、でもなんか美味しそうな香りが漂ってますよ。うん、香りは抜群ですね。抜群ですね、いいですね。はい、焦がしバターの香りとまた蜂蜜の香りが相まって、これだけでも美味しい、匂いだけで美味しいですね。もうここでもう決まってますね、絶対美味しいですね。で、ある程度混ざったらボウルにラップをします。はい、ではちーちゃんが混ぜ終わりました、はい、その後ですがボウルにラップをします。はい、さあラップをしました、はい、この後30分間寝かせます。ちょっとお待ちください。さあちーちゃん、はい、30分寝かし終わりました。はい、やりましたよ。これで完璧です。この種作りは OK ってことですよね。はい、ではでは、これメインイベントじゃないですか。あとはもう190度の熱で焼いていくと、はいはい、いうことなんですが、ただ絞り作業というのがありますね。そうですね、うん、これも型いっぱいに入れてはいけないので、はい、9分目ぐらいまで絞って入れると、はいはい、では、あー、30分寝かせました、はい、先ほど混ぜた粉類ですね、はい、はいはいはい、で、これをこれを、うん、お玉かなんかですかね、ですくって入れていくのかな。あー、そっか。よし、では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 、この絞り器に、はい、入れていきます。入れていきましょう、はい、お願いします。おー、きた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 、いいんじゃないですか。もう下から出ちゃってるのもしょうがないの、これ。ほら、ん、あ、まずいまずいまずい、それはちょっとまずいですね。まずいですね。ちょっと急いでこっちに入れとく。おー、なるほど。あ、あー、もう出てる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 、あー、やばいやばい、あら、ええ、こんな感じ。オッケー、じゃあでもね、それっぽくなってますよ。うんうん、まあいい感じですね。うん、で、あとは、はい、これから10分焼いていきます。はい、乗せて。いいね。ちーちゃんのざっくりクッキング、ついにここまで来ました。なんでいきなり横になったの？いや、すごい、あの、あ、こぼさ、いきなり脳が入ったのかと思いました。これで9つの型に入れたものを整えました、はい、ここからオーブンに入れていきます、はい、温度は190度、はい、10分焼きます。はいはい、布巾をお借りして開けようか、大丈夫か、開けてから、そうだね、そうだね、うん、開けてから、開けてから、はい、はいはい、オーブンにセット、入りました、はい、さあここから10分間お願いします、スイッチを、はい、はあ、安心、ここまでなんとかなりましたよ。安心安心安心、どうですか今の感情。いやー、もうちょっと緊張しますね。こぼさないかどうかすごい、うん、もういやー、でもいい、いいですよ、はい、あと10分寝かして、まあ、焼いてね、はい、出来上がりと、うん、うわー、期待感、いやー、高まります。ね、ご家庭のね、こういったオーブンでもやっぱりそのメーカーによって熱量が違うなんて言ってましたから、表面がなんとなくちゃんと、まあ、きつね色になるかどうかっていうところを見た上で、はい、皆さん調整してくださいと井上、はい、さんは言ってました、はい、いやー、うまくできたらもう皆さん誰でも作れるっていうことで。マドレーヌが一体どういった表情を見せてくれるのか、参りましょう。できたー、出来上がり、ちーちゃんのマドレーヌ
おっ、あ、でもいい色。さあ、来た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 、マドレーヌの形、風合い、いや、これは成功じゃないですか、どうですか？マドレーヌの完成です。やりました、ありがとうございます。じゃあちょっと完成品、はい、実食タイムやりましょう。はい、マドレーヌの完成です。やりました、ちいちゃん、やっとですね、はい、できました。作業工程おおよそ1時間かな、うん、なんだかんだで、はい、ね、でもそんなもんでできちゃうんですね。もう簡単にシンプルにできました。簡単でございましたでは実際にお味の方はどうなのか、はい、いきましょう。あー、いい感じじゃないですか、いきましょう。でもいい、あ、おいしそう、おいしそう、あ、おいしそう、どう、ちょっと柔らかい、どうだ。いや、でもしっとりとした感じでちょうどいいと思います。はい、いただきます。はい、召し上がれ。さあ、そのお味のほどはいかがだ。甘さ控えめで美味しいですね。おお、上品な味、うん、いいですね。実際私もいただいていいですか、うん、はい、ぜひ。ほんちょっといただきます。ではでは見てください、これ。わー、いい香り。では、いただきます。うん、うん、おいしいおいしいじゃん、おいしい。これはもう大成功じゃないですか。大成功、大成功。うわ、おいしい、柔らかいし、蜂蜜もしっかり効いてて、うん、いや、でも甘さ控えめって言ってましたけども、はい、ちゃんとね、蜜の香りと味しますよ。美味しいよ。あ、これあれですね、お紅茶が合いますね。もうアールグレーでも何でもこれ合いますね、はい、うわ、これご家庭で簡単に作れるんだったら、うん、最高。表面もちょっとカリッといった、うん、そのぐらいも焼き加減よ。バターと蜂蜜の香りがしっかりしますね。うわ、バッチリ。これはでもね、監修の猪谷さんのレシピに感謝ですよ。もうざっくりできるってことでね、不器用な人でも大丈夫。そう、そこから始まってるから。でもぜひともちょっとレシピを載せますので、その通り作ったら本当に簡単にできます、うん、TBS 赤坂ミツバチプロジェクト、こういった感じでもね、ちょっといろんな情報を提供していこうかなと、はい、今後も思っております。はい、いや、じゃあ今後さ、うん、もうちょっと幅を広げるためにもちょっといろいろ挑戦してみましょう、うん、そうです ね、はい、それでなんか有意義な情報を皆様に提供していくと、うん、ね、そうすればいいじゃないですか、はい、ちょっと TBS 赤坂ミツバチプロジェクト、引き続き皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。